久保さん、アンチリミークさんへの動画、ちゃんと保存してるんで。あれ、10年後とかに公開したら面白いですよね。逆に。10年後用に。10年後をやるっていう前提ですけどね。まあ多分10年後もこの,このやりとりやってるでしょうね。そう。 まあね、さっきね、ちょっとブログ書いてたんですけど、続ける勇気、続ける勇気にしましょうか。まあ、このネットビジネスで続けられない人って、まあ,あ、不安だと思うんですよ、すごく。まあ、僕もそうだったんですけど、あの、まあ、素直にやったとしても、すぐ結果出るわけじゃないんですよ。なんか、一日、初めて知ってね、今日やってね、いきなり報酬発生するっていうのはなかなかないんですよ。 まあセルフバックとかはちょっと別ですけど、あの、まあなかなかね、報酬は発生しないですよ。でも、リアルだと、まあ、新人でもね、アルバイト、初日、タイムカード押したらね、給料発生するじゃないですか <laughs>。そこがもう本当に大きな違いで、だからその、このままやってても大丈夫なのかなっていうところが、やっぱそこに不安に押しつぶされちゃうんですよね。うん。だからまあ、 逆に言うと、多くの人はその不安に押し潰されるので、まあやってたら勝てるなっていうのは、まあ答えですね、うん。ネットビジネスの答えがあるとするならば、あの、稼げるとかじゃなくて、あの、みんな辞めていくのでライバルがいなくなるっていうね。<laughs> そう。もちろんその中、続けていく中でね、考えてやっていくとあったりで、創意工夫するとか、なんかいろいろそれは必要なんだけども、 まあ本当にある程度続ければ、まあ勝てるよっていう。うん。久保さんはまあ8年やってますけど、まあ僕も1も七7年ぐらいですか。正確に言うともう17年ぐらいですけど。<laughs> ずっとやってますもん。<laughs> 本当に。<laughs> ずっとやってきてずっと見てきて思うのが、まあみんないなくなるなっていうところなんで。うん。まあアンチの方もいなくなるし、そう結局は。うん。 そうまあとにかくいなくなりますね。とにかくいなくなる。うん。だからまあ、もうベースとして、もう100%続けるっていうのは、うん、まあマインドセットというか、まあ、もしやるんだったら、うん、絶対続けるっていうのは、あなんか、ベースとしてあった方がいいですね。絶対続けるっていう。うん、途中でその、止めない。 っていうのはね、すげえ大事ですね。うん。休止期間はあったとしてもね、全部やめるっていうね。そう、与ザの流儀がね、発動されましたからね。新与沢の流儀みたいな。与沢さんまだやんな、やるんだ、みたいな。与沢さんやるんだ、まだっていうね。<laughs> そうなのか、みたいな。でもまあ、稼いでる人は、まあ、何かしら続けてますよ。 少なくても、ネットビジネスで稼げなかったとしても、あなたはね、会社で働くっていうことを続けるでしょ <laughs> そうじゃないですか。何かしら続けてますよ。何かしら、うん。で、続けなく、続けなくても良くなった人っていうのは、ある程度上がった人っすよね。もうお金を稼がなくても良くなった人。のその中での一部の人は、別に、あの、続けなくてもいいっていう選択をしてね。 あのなんかあ、自由にやってると思いますよ。ただあの、なんだ、まあ、ヒカキンさんを事例に言うならば、もう、もはやもう、多分上がり、人生の上がりぐらいの収入は、もう、貯金はあると思うんですけど、続けてるじゃないですか。だかそれがもうその、お金はあるんだけども、あのもう、 楽しい。他にその、なんだ、それをやっていることが楽しいみたいな感じで、あの、続ける。だから、この億万長者合宿も、もう商品の販売終わってんだけど、続けられるじゃないですか。まあ、すごくシンプルにお、久保さんが送られてくるから送り返すって、負けず嫌いとかね、まあ、いろんな要素はあるんですけど、まあ、単純にその、なんだろうな、お金以外のところがあるから続けられるんですよ、これは。うん、でもみんなその、なんだ、 うんそうじゃないですよねうん。お金のところでも動けないし、お金以外のところでも動けない。どっちでも動けないっていうね。<laughs> 結局無理やん、みたいなねうん。そう。だからまあ、続けるっていうことが大事ですね。ただ、まあ一つ事実を言うんだったら、まあ、あの、ね、そのうち公開しますけどね。10年後かわかんないですけど。 アンチリメイクさん宛ての <laughs> 少なくても動画アップロードした瞬間にバットを押すことをずっと続けていて、まあ、人生は変わんないですねもしそれで人生変わってなんか収入がじ変わってねあの自由な生活できるんだったら僕もやるかもしれないですねなんか非課金の動画がアップロードされた瞬間バットを押すとなんか100億円稼げるみたいなね やるかもしれないですね。もしかしたら。<laughs> まあ、やらんか。まあ、やらんかもしれないですけど、まあ、やるメリットはありますよね。バッと押すだけで100億稼げるんだったら。<laughs> そう。まあ、仮想通貨よりいいっすよね。まあ、押せばいいだけじゃないですか、そんな。<laughs> ね、<laughs> うん。だから、なんだろうな。うん。自分の背中を押すのは自分だよ。 自分の背中を押すのは自分だよっていう。最終的には。自分の人生を歩くのも自分だし。そう。他人のあだこうだ、他人のなんかあだこうだ言ってても自分の人生は何も押されないですよ。うん。これいいんじゃないですか。言ってらっしゃい。